はい、それではですね、ここからは他今までのステージとはちょっと毛色が違いますけれども、まあ、今回あのショーネットでメディアオーバー IP の取り組みをさせていただいた中で、どのような、ことが、そこから見えてくるのかというのを、話したいと思います。私は、インタロップ東京2022ショーネットのチームメンバージェネラリストの遠峰です。よろしくお願いします。では本日あの日本放送協会の北島様をお招きして、ちょっとそういったお話をできればと思っております。よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。 NHK 北島です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、あの北島さんとはそういう意味では、インタービューの IP パビリオンの、まあ、アドバイザーという形で、昨年一緒にやらせていただいたわけですけれども、まあ、その、放送といいますかその放送映像制作現場の IP 化という中で、まあ、いろいろな取り組みを、まあ、インタービューとかでもされてますし NHK さんも技研とかあの NHK さんの中でいろいろやられているというふうに伺っております。で、その中で、まあ、やはりその、なんていうんですかね、IP 化していく中でその閉じた系で今までの、放送制作現場のバスが、IP に乗り換わってくる、まあ、そういった過渡期にあるのかなというふうに思っています。で今回そのショーネットのメディアオーバー IP では、まあそのまあ、ただ IP を使うというだけではなくて、その中で、インターネットが何か支援できることがないのかというところを、まあ、ちょっといろいろ考えて、我々なりに試行錯誤してやってみたわけです。で、例えばですけれども、まあ、こちらのブースの方で、まあ、時々あの止まったりするんでまだちょっと調整がしきれてないところもあるんですけれども、そのローカルで、映している ST2110 という、まあ、その映像の、マルチキャストのストリームを、まあ、ローカルで映しているものとあとその、ユニキャストに変えて SRV6 をつけてで、インターネットの、まあ同時ま、あ大阪ですね大阪を回して戻してくるストリームっていうのを並べてここで表示しています。これは、その以前、北島さんとお話ししたときに、まあ、そういったそのインターネットを使って投げた映像がどのように映るのかっていうのが、まあ、その皆さん興味あるという話でしたのでやってみたんですけども、まあ、実際に見てみていかがでしたでしょうか。まあ、調整中っていうところはもちろんあると思うんですけど、まあ、十分タイミングによったら安定して動いてるなっていうのをちょっと思いまして、もっとなんか乱れてもうこれ使い物にならないっていうかこれはまだまだだなっていうかなと思ったら、はい、結構タイミングを見ると結構絵がちゃんと出てるんでこれはもうちょっとなんか改善したりとか、はい、なんか技術入れてあげることによって十分使い物になる可能性があるなっていうのを今日すごい強く思いました、ね、ありがとうございます、まあ、やっぱりですね時々止まってしまうのは、多分ローカルのネットワークの問題だと思うんですけども実際のストリーム自体は、まあ、インターネット投げて戻ってはきてはいるんですね、うんうん、で、そこで乗ってくるのは、まあ、やっぱり専用線とかダーク、ファイバーを使ったネットワークじゃないとなると、うんまあ、どうしてもジッターが乗ってきてしまうので、うんうんまあ、それが出ると、まあ、流れている時見ていただくと、まあ、ちょっとカクと止まったりですとか、うんうんまあ、そういったのがあるかなというふうに思っています。でまあ、それが、まあ、やはり何ですかね、あまり放送の機器ってそんなバッファーが多くないから実態に弱いっていうふうに聞いてる伺ってるんですけどもそれはまあやっぱりそういうもんなんですか。そうですね、やっぱりバッファーイコール遅延っていうところにどうしても直結するんで、はい、放送局っていうのはなるべく遅延をさせたくないっていうところがあるんで、まあ、一番 IP が苦手としているその低遅延でなおかつパケットをロスしたらすぐ絵が傷つくっていうようなところネットワーク的には非常に厳しい実装になっているのは今現状だと思うんですけどもでもまあ今現状がそうでもなんかもうちょっとその早い遅延も早くなりつつなおかつその実態にもある程度許容できるようなまあ映像機器のノードだけじゃなくてネットワーク的にもいろいろまだ仕組みが作れたら低遅延でなおかつまあ安定したものが作れるような気がまあ富根さんとまあそのショーネット組み立てるところで少しお邪魔した時とかもいろいろアイデアがお持ちでそういうの組み合わせると結構まだまだいけるんじゃないかなっていう可能性をすごく今回は僕は感じています。ありがとうございます。嬉しいお言葉いただきましたけども今回は、SRV6 っていう、まあそのトラフィック誘導の技術を使って、その大阪を回して戻してくるっていうのをやったんですけども、まあ、それをやるにあたってどうしてもその SRV6 のまあヘッダーというか、まあ、をつけてしまうために、まあ、そのデータの長さがちょっと長くなってしまってで、まあ、普通のインターネットというわけじゃなくてちょっと学術インターネットをお借りしてそちらを回すというのをやらせていただいたんですけども、まあ、やっぱりいろいろな今回
CKP さんとかもいらしていろいろ、ショーネットを使った検証ですとか実験をやっていただいているんですけども、まあ、やっぱりその放送機器の方での、まあ、ネットワーク関連の設定っていうのはまだまだそんなに多くないのかなというふうに思うんですね。なんでそのまあ、例えばサイズを調整できたりですとか、あるいはそのジッターどうするのかとか、まあ、そういった機能をどういった機能が必要なのかっていうのを、まあ、その我々ネットワークエンジニアとその放送業界の皆様と一緒に何か考えられればいいのかなというのを、今回の気づきとしてはあるのかなというふうに思っています。で実際にそのインターネットの利用の要望みたいなのがあるという話は以前伺ったんですけども、まあ、どういった使い方をそのできるとより便利だなと、何が置き換えられるのかなとか、そういう話を伺いますでしょうか。はい、私たち今、まあ、映像を中継するとき、まあ、生中継するときって、まあ、映像回線の専用線とか、まあ、電波 FPU とか電波を使って放送局と中継現場を結んでやってるんですけども、これをまあ IP 化すると、うん、まず専用線だと、まあ、リードタイムがすごく長くなってしまう。その球場まで引いていただくのに、まあ、3週間前もっと前から言ってもらえないと引けないとなると、やはり皆さんご存知の通り放送の現場っていうのはこう日々こういろんなところでやりたいとかいろんなことをやりたいってアイデアがどんどん出てきて、結構このリードタイムが短いんですよね、番組作り上げるまで。なんでそうすると全然間に合わない、生命線だと間に合わないなると、やっぱパブリックのインターネットだと、まあ、もう引いてあったりとか、もしくはもっとリードタイム短く引いてもらえたりとかするっていうのがあるんで、非常にパブリックのインターネットが使えると私たちとしてのその中継の現場のその制約っていうのがすごくほどけて、まあ、いろんなところから高品位な番組を皆さんのお茶の間にお届けできるかなっていうところが一つ大きな魅力かなって思ってます。あとやはり放送ってこう中継して1日で終わりとか数時間で終わりっていうことがあるんで、専用線引いちゃうとやっぱそこで1ヶ月間のご契約になりますとか半年間のご契約になりますってなると、ほとんど元全然取れませんみたいな話になるんで、パブリックだとやっぱりすぐ終わったらすぐもうここでおしまいっていうのは結構契約もしやすいところがあるんで、はい、そういう意味でもすごいインターネットを使いたいなっていうのは思っております。なるほど、わかりました。まあ、そうですよね、その線、まあ、どんな、臨時回線でも引こうと思うと結構時間かかりますし、その場にあるものを使って何かができるっていうのは確かにいいところなのかなというふうには思います。まあ、でもその使うにあたって、まあ、やはりその放送系というか映像系の機材で必要な、ネットワークの要件とかがあるじゃないですか。はい、まあ、そういったものを含めて用意ができると、まあ、本当はいいんだろうと思うんですけども、まあ、例えば、まあ、この IP を使ったものだと全ての機器は PTP が必要みたいなのがあると思うんですけども、やっぱり それはないとどうしようもないものなんですよね。そうですね、やはり普通の映像伝送と放送局が使っている映像伝送で一番違うっていうのは、やはりタイミングが合ってるってことですよね。ストリーム間の移送フェーズが合ってるということで、同じカメラが同じ時間に撮ったものは同じタイミングで出てくるっていうのがやっぱり大原則になるんで、そこでやっぱり PTP の技術を今使ってるっていうのがあるんで、 PTP はどうしても必要になるっていうところがあるんで、まあ、一部噂では聞いてますが、そのインターネットを使って PTP を伝送できないかとかいろんな実験が始まってるっていうおかげがしているので、まあ、そういうものも使ってぜひ PTP もインターネットの中で一緒に送ってできればなっていうふうに思ってはいますけど。なるほど、まあ、この今回のその話を聞いて、今回構築の間に遊びにいらしたインターネットサービスプロバイダーの人にそういう話があるんですよねって言ったら、ああなるほどねっておっしゃってはいたんですけどもまあだからそれにいくら払ってもらえるかなんだけどなとは言ってたんですけども、まあ、やっぱりその、まあ、付加価値としてそういったものがあることによって、そういった利用者が増えていくと、というのは、まあ、ある意味、その新しいフェーズになっていくと、インターネットのネットワーク接続性としての、新しいフェーズに入っていくポイントなのかなというふうに思っています。で、今回ショーネットでは、まあ、その、メディアオーバー IP の、取り組み以外にも、ローカル 5G のデモンストレーションを行っています。で、ローカル 5G、まあ、ローカル 5G に限らず 5G というキーワードでは結構そのインタービーでも、話題になってたかと思うんですけども、その 5G に、その映像系というか放送局の皆さんが期待することっていうのは何があるんでしょうか。もちろんパブリックな 5G で映像を伝送して、まあ、今私たちがやっているリモートプロダクションの専用線の代わりにしたいというのはもちろんあるんですけど、もっと近くで言うと、まあ、ローカル 5G とかを使ってケーブルレスなスタジオ、全くケーブルのないスタジオだったりとか、全くケーブルがないスタジアムでの中継みたいなものが実現できれば、これは本当に私たち の働き方が大きく変わるので、そこにすごい期待をしています。
なるほど。やっぱりスタジオとか、まあ、実際に行ったことはないですけども、なそういう、イメージ映像とか見るとすごい数のケーブルがあって、はい、それを取り回すのだけでも大変そうですし、はい、まあ、スタジアムの中でもあれですよね、その、何台の上にまですごい線を持っていかなきゃいけないですとか、はい、まあ、いろいろな問題があるので、そういったところで、まあ、交代機でかつ低遅延で、低ジッターであるとか、うん、まあ、そういった、5G に期待するところがあるってことですね。そうですね。本当にケーブルっていうのが僕たちの中継をやる時の一番最初の仕事で、一番最後に残る仕事でもあるんですよね。もうヘロヘロに疲れた後に何百メーターとか何キロっていうケーブルを巻かないといけないっていうのが、やはり非常に、まあ、負担にもなってますんで、はい、まあ、そこがなくなるっていうだけでもかなりの、働き方が変わります。あと皆さんがまだ見たことない映像を届けれることができると思うんです。やっぱケーブルがあるっていう制約で結構カメラのポジションだったりマイクのポジションだったりで制約されてるんですけれども、これがなくなるということによって、まだまだ皆さんが見たことないような映像が届けられるんじゃないかなっていうふうな期待はしています。なるほど、まあ、やっぱりそうですね、その伝送できるっていうところで、その、まあ、電源だけあればなんとかなるっていう話になるのかなと思うんですけども、まあ、そのまあ帯域もその どういうバンドでどういう制約でとか、まあ、いろいろまだ、うん、5G でも検討しなきゃいけないところとか、まあ、5G の中でもある制約とかもあると思うんですけども、まあ、やっぱりそうですね、そういったものが揃ってくるとそういった期待があると、うん、まあ、でもそこでもやっぱり PTP というか同期信号は問題になるのかなと思うんですけども。そうですね。なんで、まあ、皆さんのぜひアイデアを、ネットワークベンダーさんのアイデアをいただきたいと思っているのはまさしくそこで、じゃあ 5G でどうPTP ってどうなるんだっけとかっていうところがどうしてもなると思うんで、でも、まあ、PTP という使い方もあるかもしれないし、僕たちがやりたいのはストリーム間位相が合っていればいいので、やっぱストリーム間位相が合う仕組み、どこから取って誰が何時に取ったかっていうのが、まあ、ぴったり合うっていう技術が PTP 以外にもし作れるんであれば、それも十分取り入れながらできるんじゃないかなっていうふうに感じてはいますね。はい、ありがとうございます。まあ、そうですよね。そのまあ、PTP 以外でもそういったもの、まあ、やっぱりその新しい技術を作るにあたっては何が必要っていうところから考えるっていうのが、まあ、大事なポイントとなってくると思うので、まあ、そういったところからも新しい技術が、まあ、聞いてる人誰かが作ってくれると一番いいんですけど、そういった試みができたりですとか、まあ、そういったのができる場も、まあ、ショーネットであり、あるいはインタービューさんの IP パビリオンであり、うん、というところだと思うので、まあ、そういったところで、今後も、いろいろ検証しながら進めていけるのがいいかなというふうに思っています。で、ここの、まあ、出し物いろいろありますけれども、まあ、その、いろいろやられているものを見ている中で、まあ、まあね、事前検証会場にもお越しいただいて、はいはい、簡単にその、やってる内容とかについてご説明させていただきましたけれども、まあそうですね、突然な質問で恐縮なんですけれども、はいはい、今回のその、まあ、ショーネットでやってること、もちろんメディアオーバー IP の取り組みもありますけれども、うんうん、その中で、一番その、なんか今後役に立ちそうというか、なんか自分の興味があった分野っていうのはどの辺ですかね。その SRV6 でしたっけ、そのルートをコントロールするっていうところは非常に興味がありましたね。し、まあ、やはりこうネットワークイコールセキュリティ、まあ、インターネットに抜けていくんだったらセキュリティで、ちょっとご説明いただいた一箇所に集めて、パケット一箇所に集めて、そこで解析するのをこういろんなところにばらまいて解析させるみたいな、ああいう技術があるとあるんだなっていうのをすごく興味を持ちます。やっぱりこう映像ストリームって太くて、なおかつ遅延がなかなか許されないところなので、うん、やっぱそういうふうな技術を取り組みながらセキュリティを担保していくっていうのは、あ、今後できるんだなっていうことをすごく思いまして、なかなか今までこうメディアオーバー IP チームっていうのはセキュリティのところをどうしても今まであんまり取り組んでないというか、取り組めなかったっていうところもあって、でもまあインターネットとか使うんであれば絶対にそこはやっていかないといけないところなので、やっぱ今までは閉じたネットワークの中で構築してたとっていうのが大きいんですけど、やっぱオープンなネットワークを使うとなって、やっぱそこ非常に重要になってくるので、まあ、こういう新しい技術を見せていただいて、あ、十分、まあ、すぐには無理かもしれないけど数年後には対応できるんじゃないかなっていう可能性を今回のショーネットで感じました。 ありがとうございます。そうですね、セキュリティの部分については、まあ私もメインの仕事はセキュリティなんですけども、まあ、ショーネットでやってることっていうのは、まあ、光、ショーネットのバックボーンっていうのはだいたい光ファイバーで構成されていて、まあ、光っていうのは、プリズムで分光できると、で分光するとそのまんまのコピーができるので、それを集めていろいろなセキュリティ機器に入れて監視をするっていうような取り組みを行っています。まあ
先ほどおっしゃられてたようにその、今までの、放送というか、まあ、映像制作現場での IP 利用というところの、は基本的には閉じた系で閉じたネットワークでやられたと思うんですけども、まあ閉じた系であったとしてもやはり感染した端末その自分の利用するための、まあ、制御端末をが感染していってしまうと、まあ、いくら閉じた系でもその端末から他の機器に感染をして攻撃をされて壊されてしまうということも起こりうるんですね。なので、まあ、そういったその検証ですとかあるいは、それを守るための仕組み、まあ、そういったものも考えていかなきゃいけないのかなというのは、以前お話しした際にもテーマとして出てきたかなと、はい、思います。で、その、まあ、放送機器というかいろいろ組み込み機器の、セキュリティって結構難しいところがありまして、まあ、その私の所属している情報通信研究機構では、まあ、インターネットにさらされているそういった脆弱な機器を探す、事業というのもやっているんですけども、まあ、やはりそれをどう守るのか守れるネットワークを作っていくのかというところに関しては、きっとお互いに力を出し合って、作っていくところなのかなというふうに、今でも思っています。で例えばまあそういったその検証の場みたいなのも作らなきゃいけないのかなと思うんですけども、まあ、そのショーネットでは一応そのセキュリティテスターみたいなものもご用意しておりますし、コントリビューションの中にはペネトレーションテストサービスといって外部からその攻撃検証をするサービスみたいなものもあるんですね。なのでそういったものと組み合わせながら今後いろいろ検証ですとかや実証ですとかそういったものをやっていければいいのかなというふうに思っています。で残りあと3分ぐらいですかねになりましたけれども、まあ、そのいろいろそういったその放送の IP 利用とあとそのインターネットを利用するためのいろいろな技術を検討するというか観点から、まあ、その以前のIP パビリオンの講演の方でも私をお話しさせていただきましたけれども、まあ、このいろいろ、まあ、テストベッド検証環境があるということがとても大事だと思うんですね。で、今回その、インターロフ東京のショーネットでやらせていただいたのとインタービーさんの IP パビリオンとその年2回、そういったサイクルができるっていうのの、及ぼす効果というかっていうのはどういったものがあると思いますか。はい、今回ですね僕もこういうふうにショーネットの方に携わらせていただいて今までちょっとイメージがわからなかったんですけど年2回あるっていうところとあと切り口違うことができるなと思ったんですよね。やっぱ IP パビリオンっていうのはやっぱり映像、まあ、放送局だったりプロダクションの皆さんが、まあ、運用ベースで IP をどうやって使うんだろうかっていうところが、まあ、一つ皆さんの一番興味があるところかなと思います。この IP 使ってどういう運用ができる、まあ、どういうサービスができるのかとか、まあ、どういう今からどういう新しいサービスを生み出すことができるんだろうっていうそちらの目線で多分 IP パビリオンって皆さん興味があるのかなと思います。でこちらのショーネットの方は反対にそれを支えるためのインフラやっぱりネットワークっていうのはいろんな技術を持って、支えていかないといけないんですけどそれを支えていく技術それは映像音声の、まあ、映像ベンダーさんのものがこのショーネットの中のネットワークに一緒に走るということでいろんなことが起きるんじゃないかっていう、まあ、こちらがどっちかというとその IP ネットワーク目線の相互接続性だったり、まあ、揺れてるネットワークで僕私たちが使っているエオトを動かしたら飛ば、まあ、運んだら何が起きるのかっていうのをまさしくこう実証実験って言われているようなことができる場じゃないかなと思ってましてなんでこれは2つの目線で切り口でこのあと日本の中で半年ごとに行われていけば、まあ、日本 の、 その放送局だけじゃなくていろんな人がまあ多分このメディアオーバー IP っていうのを使おうとされていると思いますんでその皆さんたちにいろんなメッセージだったりいろんな商品が出てくるんじゃないかなっていうのを、まあ、今年初めて参加させて、まあ、こういう形で参加させていただいて今思っているところであります。はい、ありがとうございます、まあ、やはりそのいろいろな視点から見るとでそれで一つのことを叩いていくと、まあ、より強固なものができるとでその可能性があるというお言葉いいお言葉を、はい、いただいたところで、本日のこの、対談を終わりにしたいかと思います。本日は、わざわざお越しいただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。はい、展示ホール一応4ホールか6ホールまでありますのでぜひゆっくり見ていただいて、はい、何か新しい、種を拾っていただければと思います。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。